それでは引き続きまして、皆様の投票で順位が決まる、他の部門の最終審査の発表をさせていただきます。こちらの発表は、担当の安藤に引き継ぎまして、行ってまいります。まずは野菜ソムリエコミュニティ部門の発表です。はい、同賞から順に発表いたしますので、入賞者の方は、お名前を呼ばれたら前の方にお越しくださいませ。入賞者の方発表しましたら、その後に、表彰となります。それでは発表いたします。改めまして、野菜ソムリエコミュニティ事務局、代表安藤でございます。よろしくお願いいたします。お待ちかねだと思いますので、早速発表させていただきます。野菜ソムリエコミュニティ部門第3位の同賞は野菜ソムリエコミュニティ埼玉でございます。それでは続きまして、第2位ですね。非常にあの3位と途中まで接戦でございました。2位銀賞は野菜ソムリエです。続きまして第1位ですね。はい、お待たせしております。それでは最後ですね、1位金賞は新のプレーでございました。野菜ソムリエコミュニティ福井でございます。それではですね、激戦の中で優勝された皆様おめでとうございます。コミュニティはですね、本当にチームプレーが非常に重要でございまして、かつたくさんの方をまとめるというのは幹事を中心に本当に1年間大変なことでなったと思います。お疲れ様でございました。組織であった形で皆様さまざまな工夫を凝らした活動を広げていただき、1年間を通して野菜や果物の魅力をたくさんの方に提供していただきました。本当にありがとうございました。で、今回の、プレゼンテーションの中身といたしまして、さまざまな工夫がありましたが、やはりまず金賞の福井がですね、トップバッターでエントリーしてまいりましたね。ありがとうございます。非常に早いエントリーでございまして、もう準備を前々から丹念にお時間をかけてやってくださったんじゃないかと今回の発表を見て思いました。お疲れ様でございました。宮城に関しましてはですね、私も宮城県に訪れた時にお会いして、コミュニティの活動を見せていただきましたが、復興支援を中心に本当にいろんな境遇の方がいる中でですね、手に手を取ってそれぞれの支部の活動が盛んでして、特徴ある、活動を宮城を中心にですね、東北6県に向けて発信されている1年だったかと思います。ぜひ今期もよろしくお願いいたします。お疲れ様でございました。で、同賞はですね、関東が唯一、埼玉同賞でございます。本当に代表が変わられてから地道な活動を続けていらっしゃったコミュニティでございまして、今や巨大化しつつありますし、また年齢層の学生さんから本当に大人の方まで幅広く、女子も男子も女子というんですかね、女性も男性もバランスのいいコミュニティ運営をされているのかなと思っております。東京とは非常に近いので活動にも時々お邪魔させていただきますが、とにかく
く連携ができているコミュニティだったかなと思います。ぜひまだまだ補足したばかりのコミュニティの方今日いらっしゃっていると思いますので、各代表の方にいろんなポイントを教えていただいて、2013年もですね、勢いのあるコミュニティ活動を目指していただければと思います。本当に受賞おめでとうございました。となります。皆様、おめでとうございます。では福井理事長から同賞の、コミュニティサイトなどの皆さんから表彰させていただきますので、どうぞ、はい、お上がりください。表彰状第2回野菜ソムリエアワード野菜ソムリエコミュニティ部門同賞野菜ソムリエコミュニティ埼玉のキー団体は野菜・果物の魅力を広く社会に伝える活動を通じ当協会の2年に選出を決されました。よってその功績をたたえここに表彰いたします。日本野菜ソムリエ協会の一員ありがとうございました。ありがとうございました。表彰状第2回野菜ソムリエアワード野菜ソムリエコミュニティ部門認証コミュニティ宮城野菜ソムリエの会殿加藤です。先ほどと同じように3位の同賞から順に、
表させていただきますので、お名前を呼ばれた方はステージの横に、お集まりください。それでは発表は、担当のお前より、させていただきます。私、認定料理教室事務局の小川と申します。発表させていただきます。単位同乗から順に発表させていただきますので、お名前を呼ばれた方は壇上にお越しくださいませ。それでは発表いたします。認定料理教室部門第3位同乗は、坂口素子さんです。辻さんに関しましては、そのレッスンレポートにつきましても毎月提出をしていただいていて、テーマ野菜に沿ったレッスンをしていただいたりですとか、野菜ソムリエ認定料理教室としてのご活動もすごく活発にしていただいておりました。そして今日プレゼンテーションにございましたように、日本国内に限らず世界にですね、活動を伸ばして、していただいているということが、皆様のお気持ちにも響いたのかなというふうに思っております。はい、おめでとうございます。2位の小川さん、私も小川でいつもお電話でお話をする際にはちょっとお互いに照れながら話をさせていただいているんですけれども、小川さんが料理教室を始めたきっかけというのが、ご自身の経験をもとにそれを皆様に伝えたいという、その使命感というか責任感の強さ、その思いの強さが今回の、投票にも皆様の心に響いたのではないかなと思っております。これから私も実はプレママなんですけれども、プレママまたママ向けに、ご活動をぜひ頑張っていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。坂口素子さんについては、認定料理教室の取り組みが始まった、時に、もう本当に、初期の頃にですね、ライセンスの登録として、ご登録をいただいておりまして、野菜ソムリエとしてのご活動を幅広くしていただいているその過程を一つ一つ私も拝見させていただいていました。料理教室を軸に、料理教室にとどまらず野菜ソムリエとしてのご活動ですね、書籍の出版であったり企業様とのコラボレーションであったり、そういった活躍の幅広さですとか、また思いの強さが今回の受賞に、なったんだと私は思っております。おめでとうございます。皆様おめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。それでは表彰に移らせていただきます。副理事長よろしくお願いいたします。それでは
から、はい、お願いいたします。表彰状第2回野菜ソムリエアワード日本野菜ソムリエ協会認定料理教室部門表彰坂口元殿秀今当協会認定料理教室として野菜果物の魅力を広く社会に伝える活動を通じ当協会の理念実現に貢献されました。よってその功績を称えここに表彰いたします。日本野菜ソムリエ協会理事長秀今続きまして、銀賞舞台に銀賞の小川幸子様。表彰状第2回野菜ソムリエアワード日本野菜ソムリエ協会認定料理教室部門銀賞小川幸子の企画です。です。辻彩子様、おめでとうございます。表彰状第2回野菜ソムリエアワード日本野菜ソムリエ協会認定料理教室部門金賞辻彩子の二つです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、金賞の辻さんからは一言いただきたいと思います。皆さんありがとうございました。今日はまだ雪が積もっている北海道から来てよかったなと思っております。そしてこれからも認定料理教室を通して自分の感性を大切にしながらお料理で日本を元気にしていけたらなと思っております。ありがとうございました。認定料理教室部門の発表が終わりましたので最後に野菜ソムリエ部門の発表をいたします。先ほどと同じように3位の同賞から、受賞者の発表をいたしますので、呼ばれた方はステージの横にお集まりください。それでは発表は担当のアントより発表させていただきます。では再び失礼いたします。アワード事務局担当の安藤でございます。最後となりました、野菜ソムリエ部門の発表に移らせていただきます。まず3位同賞は皆さんを本当に楽しませてくれましたパワフルな、プレゼンテーションありがとうございます。さっきの悦子さんでございます。続きまして第2位銀賞はプレゼンテーションの、スキルの高さを見せていただきました津熊貴子さんです。お待たせいたしました。それでは第2回野菜ソムリエアワード4万2000人の頂点、野菜ソムリエ部門栄えある第1位金賞は優しい声で、皆さんを包んでくださいました徳本佳代子です。
まあ、東証の牧野さんの、ね、200回を超えるエプロンの活動があったと本当に毎日の日々も重なる努力をされている方ばかりだと思います。またプレゼンテーションですね、本当に3分という限られた時間の中でですね、自分なりの部分のある、表現を豊かに使いこなして、でかつ3人、多分この3人の方のお名前を全員の方が多分今日、覚えてお帰りになるような強いオリジナリティをしてくださった方だなと思っております。ぜひこの中からですね、皆さんもたくさんのヒントを得て今日お帰りいただいて、今日の夕方もしくは明日の朝からですね、野菜ソムリエ活動に生かしていただければなと思っております。お三方本当におめでとうございました。表彰となりますのでお願いいたします。ありがとうございます。表彰状第2回野菜ソムリエアワード野菜ソムリエ部門表彰牧野哲郎さん、以前は野菜ソムリエとして野菜、果物の魅力を広く社会に伝える活動を通じ当協会の理念に貢献されました。よってその功績を称え、ここに表彰いたします。日本野菜ソムリエ協会委員長、栄治と申しました。ありがとうございます。表彰状第2回野菜ソムリエアワード野菜ソムリエ部門委員長鶴間貴子の方です。ありがとうございます。そして金賞の表彰となります。それでは徳本さんステージにお上がりください。表彰状第2回野菜ソムリエアワード野菜ソムリエ部門金賞徳本佳代子殿だと思います。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。皆さん優しいですね騙されたんですよ皆さん私がガンだって言ってから元気を出てくれたんでしょ。ところがこんなに元気なんです。傷はありますけどね。毎日楽しく生きるということがどんなに素晴らしいことか。私は弱いところを知ってるからきっと弱い方の何かお手伝いができると信じています。そしてこの全国の皆さんの力を借りて野菜ソムリエがいてよかったなと思われる社会に絶対できると思います。ご準備はいいですか。右足一歩よろしいですか。いきますよ。右足一歩はい、全員でやるときっといい社会になると信じてます。本当に今日ありがとうございます。シワが多いのはご勘弁にしてください。アップでは耐えられません。私は沖縄で頑張ってきます。本当にありがとうございます。
副理事長から投票をお願いいたします。どうもどうもお疲れ様でした。本当に主張された徳坊さんが4万2000人の野菜ソムリエの頂点としてですね、選ばれたわけですけども、なぜ選ばれたか分かります？皆さん、皆さん選んだんですよね。いくつかあると思うんですけど、ちょっとまた自分では言うと思うんですけど、ちょっと自分では言いにくくなったんで本当にちょっと準備したスピーチでは、先月立証セミナーを沖縄でやったんですね。で、その時に、別にそんなも伝授してません。こうしたらいいなんて全然何もしないんですけども、若干一つだけ僕と徳本さんね、ここはちょっと直した方がいいんじゃないのっていうところはね、一つワンポイントで指摘をさせていただいたんですけど、それをもっと面白く話そうかなと思うんですけど、ちょっと感動してしまって笑いを取るのをやめようかなと思ってるんですけど、好評としてはね、本当に先ほど途中で言いましたけど、こんなにね、多くの方々が本当にご自身の人生の中でですね、別にこれお金になるわけでもないしね、これをやらないといけないと強制されているわけでもない、やりたいからやる、そういうふうな環境の中でね、こんなに多くの方々が全国でね、再生活動をしていただいているっていうのを本当に再認識できて、本当に僕らにとってもですね、またもう一段ね、気を引き締めて、この組織をですね、この資格を本当にこれからもね、もっともっと発展させるような、そういうふうなものにしないといけないなっていうのは、本当に僕協会のトップとしてですね、多分うちのスタッフもそう感じたと思うんですけれども、今後ね、そういうふうなことをですね、やっていきたいなと思っています。コミュニティ、今年福井ですかね、去年、演習ミクロだったんですよ。共通項は、名古屋支社の管轄。これは何を表しているのかというところなんですけれども、今日は早越という名古屋のマネージャーが来てるんですけど、うちの一応社内なんですか、格付け、マネージャーとしての順番で言えば、別にそんなに上の方にいるわけじゃないんですけど、逆にあんまり何もしない方がいいのかね、どうなのかよくわからないんですけども、偶然中部地区の関係にね、コミュニティが大変収集されて、僕のプレゼンテーションを聞いてて、今年は福井だろうなと思いました。これプレゼンの仕方とね、How to make presentation かということじゃなくて、それも素晴らしかったですけども、やっぱりその中身っていうね、すごく1年間やられてきたことが結束してると思いますし、また今月ね、福井のコミュニティの総会にも呼ばれてるんですよ。やっぱりなんかこのいつもそういう福井のコミュニティに行けばですね、なんかその鍵からさせてもらったりとか、いろいろやってもらったりとか、なんかすごいされてる、別に僕はそれでそういうので入れたりしませんけども、本当に中身がすごかったなというのを思ってですね、他のね、コミュニティの方も、多分活動内容がね、そんなにもさがらなかったと思うんですけど、でもそのペーパーの作り方、僕は埼玉のペーパーの作りすごく上手だなと思うんですよね、こういう人を対象にこういうのやりましたよ、で成果がこうでしたよ、多分埼玉の方だけが唯一ペーパーで、成果がどうだったかという、コメントがあったんですね。でこれなんかは、聞いている方としては、そう今見直したらそうですよ。こういう、大体ね、こういうことやったって言いたいですみんな。この5分間で喋れって言うからね、これもやった、あれもやった、こんなことやりました、やりました、やりました、テレビでやって何回やりましたとかね、言いたいんだけども、やっぱりね、ここで大切なことですね。これはそれソムリエの活動も一緒だと思うんですけども、正しい情報を伝達するというだけでは弱いんですよ。いかに共感されるか。あ、なるほどね。これって素敵だよね。と思われて、初めて野菜ソムリエの活動っていうのが、不思議なものになると思うんですね。ですから、こんなことやった、あんなことやった、ずっとね、言われるとですね、多分聞いてる方も、あ、そうなんです、それはすごいですね、って終わってしまう。でそこに評価っていうのが入ってくることによって、また違う一種の共感っていうのが出てくるんじゃないかなと。さあそこら辺はね、なんかペーパーの作り方とか、このあとおっしゃったようにね、まとめると2つあります。3つあります。
私たちがやるのはこうですよ、一番上にマグロさんもあって中身がこうですよっていうふうになんかされてましたけども、まあ、それなんかは分かりやすさっていうのよくプレゼンテーションの、テキストが書いてますけれども、まあ、それを実践されたところ、まあ、だと中身はね、本当に素晴らしかったなと思います。野菜ソムリエのね、本当に徳本さん、僕は徳本さんとは別に個人的に、まあ、親しいっていうことなんですけど、沖縄に行くとね、必ず一緒に食事させてもらったりとか、いろんなお話をさせてもらうんですけども、僕が先ほど言ってね、彼女にアドバイスとかね、徳本さんはいい人であろうとしすぎじゃないのっていうアドバイスをします。で、いい人であろうというのはね、多分みんないい人でありたいじゃないですか。でもいい人であろうとするために伝えきれないこととかね、やりきれないことっていうのもあると思うんです。ちなみに僕、自分のこと言うとね、本当は僕の人はいい人なんですよ。生まれたら。でも、いい人だけだからね。まあ今ね、4万人になって、社員もね、まあ、100人ぐらいだった組織をね、で、全く何もないところから社会に浸透させていくっていうのをする考えたときに、やっぱり残念ながら、いい人だけではね、やっぱり足りないんですよ。そのいい人でやるっていうことに加えて、戦略性っていうか、TPO に合わせたその自分の顔を使い分けるとか、ね、まあ、そういうところはね、これから徳本さんなんかは、今はね、いい人で、なんかその野菜ラブで、健康ラブでね、沖縄ラブ、すごいどこから見てもね、本当に文句のつけようのない徳本佳代ですよ。でも、これがね、もう一段、もう二段、ステージが上がってくると、多分徳本さんのことが嫌いな人絶対出てくるはずなんですよ。何なのあの人はって言われることもあるはずなんですよ。でもそういった時にいい人であろうとしすぎると、なかなか自分のカラーが出てくるというところが、ね、あると思うんで、まあ、これからそういう嫌われるっていうことは、別にわざわざ嫌われる必要はないですけども、まあ、それもね、それずに100人から90人が共感してくれたら絶対それは成功なんですよ。10人共感してくれない10人のところにスポットライトを当ててしまうと何もできなくなってしまうと思うので、まあ、そういうところをね、これから意識してやっていければなと思います。これから懇親会やとか、多分半分くらいから懇親会に出られると思うんで、まあ、こういう場でなかなか僕もいい人でやりたいんで、なんかツイッターでよく書かれると困るんでね、いいことは言いませんけども、まあ、もっとね、普段があるんですよ、正直言って。ただもっとここちょっと戦略にしたんで、こういう風にしたらもっと良かったんじゃないのって正直いっぱいあるんですよ。まあ、ただここではね、そういうことを一人一人言うと問題があるんで言いませんけども、一応ですね、厳しい、まだそれは僕は期待を込めてアドバイスをしたいなと思います。まあ、通馬さんなんかさっき金沢に僕が行った時に、あんたには商品化できないよってなんか言ったとかね、そういうのを言ってましたけど、本当そんな記憶全然ないです。よくそういうこと言われたの、これなんていうか印象がよく言われましたと、よく言われるんですけど、あんまりも動きをしてなくて、でも多分それが感じだったんです。それを発表材料にして今や商品企画が、ね、できるようになったんです。でもね、実はね、大切なのは商品企画ができるようになることではないんです。もっと言うとね、商品企画を通じて価値を社会に提供することが非常に重要なんです。商品企画だけだったらね、例えば自分で商品作ってどっか CI に作ってもらってもいいじゃないですか。でもその価値が社会に伝わるっていうことはどういうことかというと、それを買ってくれる人が多くいるっていうことね。結局売れる商品を作るところにはすごく価値があるんだけども、売れもしない商品を何も開発してもそれはあまり意味がない。だからその津馬さんもですからね、当然本当にもう金沢で知らない人がいないぐらいの商品になってると思うんですけども、商品開発するっていうのはある種の目的で、そこからプラスアルファ目的し、商品開発するという手段で、手段と目的っていうところはね、必ず自分の中でね、意識をしておいてもらった方が、まあ、よりなんかストレートで自分の夢の実現できるんじゃないのかなと思います。本当に繰り返してまた最後になりますけども、本当にこの組織っていい組織です。僕が理事長してるからっていう、まあ、それもちょっとありますけどね、よく本当によくこう
ういう組織に座ってくれましたねとか、僕はこういうのを作ろうと思って、作ったんですけど、正直僕の想像をね、すごく超えてるみたいなんです。それは何かというと、本当皆さんの人間力です。こんなにいい人がね、こんなにいっぱい集まる場っていうのは、そんなにないんじゃないか、本当に僕は心の底から思うんですよ。で、こんなにいい人たちが、本当になんかプラスの、イメージをね、どんどん持っていく。まだそれに触発されて、今までプラスマイナスゼロだって、人がプラスになってっていう、なんか、すごくね、プラスの循環っていうのがね、この組織にあるんじゃないのかなと思うんですよ。ですから、本当にこういう組織ってね、僕は本当に理事長ですけど、本当にいいなと思うし、でももう僕のもんじゃないでしょ。で、僕はじゃあ辞めたって言ったからって、辞めれる組織でもないし、別に僕が見に行くと思ったからって、全員がみんな見に行くわけでもないし、そういう意味ではね、本当に皆さんお一人お一人の思いっていうものがね、この組織を本当に形成してるんだと思うんですよ。ですから、そういう思いをね、今日がゴールじゃないですかね。先ほど松尾さんもおっしゃってましたけども、10年後またこれもこういう金賞を取り入れる組織になりたい。本当は僕はその言葉見つけるんじゃないかと思うんですよ。今日をきっかけにして、いろんなことで感じた人いっぱいいると思うんですよ。いろんな発見もあったと思うんですよ。それをね、ああ、そんなことあるんだ、こんなことあるんだ、どうなったらね、何も進歩ないんです。じゃあ自分の野菜栽培活動、自分のコミュニティの野菜栽培活動に生かすには、じゃあ何をするべきなのか。そこをね、しっかり考えてもらって、具体的な一歩を踏み出してもらう。先ほど男さん、右足で一歩で何やったのかよくわからなかったって言ってたんですけど、そういうことでしょ、彼女が言いたいのは。右足みんなで一歩踏み出したら、社会変わるよねっていうことだと思うので、理論だけじゃなくて、ぜひ実践ということをね、してもらいたいなと思います。来年のアワードはね、もっともっとね、中居の声、いいものにしていきたいと思います。その時、本当に皆さんね、もっとここはこうあるべきなんじゃないのと、最初に言いました。今日が絶対僕がベストと、やりかこのアワードというこのね、式典に関しても、今日がベストと思いませんので、ぜひもっと皆さんのご意見、多分なんでうちが1位じゃないですか、私が1位じゃないですかという方もいらっしゃると思うんですけど、そういうふうなご意見も含めてね、いろんなアドバイスをいただければと思います。では、最後でもう締めていこう。よろしく。締め何かあるかやろう。それでは一応僕の総評とさせていただきます。どうもありがとうございました。もちろんですが、皆様ご来場いただきましたことに本当に、感謝の気持ちを申し上げます。皆様本日はありがとうございました。では最後に日本野菜ソムリエ協会専務理事、細田俊二より、閉会のご挨拶を申し上げます。もういい感じですよね皆さんね。今日2013年の4月3日なんですけど、当たり前ですけど、ちなみに去年のアワードを来られた方いらっしゃいます？よろしくお願いします。実はですね、去年のこのアワードの翌週の月曜日の協会はですね、殺伐としたんですね。もう自分がですね、段取りとかですね、いろんなことにですね、ちょっと我を忘れるぐらい怒り狂ってですね、怒り狂って、あまりの怒りが通り越してですね、自分が冒険してしまったんですね。なんだと、この第1回目のアワードでこれに参加するっていうことは、つまり野菜作りにとってすごい名誉のことだし、プライドが持つっていうことだし、あるいはみんなの売り上げを高めるっていう会のはずなのに、あんな段取りで良かったのかっていうことですね。かなり殺伐としたですね、感じになったんですけども、来週の月曜日は満点とは言わないんですけども、そういったことはないと思ってます。でやっぱり今日ですね、国がいつも言ってることなんですけど、我々のこの最大の財産って何なんだって言ったときに、当然野菜ソムリエっていうブランドだったりとか、いろんなことを言われることあるんですけど、改めて思ったことってやっぱりこの修了生だなっていうのを本当に改めて感じました。で、なんでその修了生が我々にとって財産なのかなっていうのを今日またこの数時間お聞きして思ったのは、やっぱりその野菜ソムリエになって人生が変わったとか、もしくは自分の夢を実現されてるっていう方たちのやっぱりお手伝いをできてるっていうことが、やっぱり教会にとってのやっぱり喜びであったりするし、我々の誇りなんだなと
多分多くの野菜ソムリエの方たちにとっても自分の人生もしくは他人の人生を変える、また自分自身の夢を実現するっていうきっかけになってるっていうことがそれぞれの皆さんのですね誇りになってるんじゃないのかなっていうことを今日皆さんのプレゼンテーションを聞きながらですね改めて感じました。我々教会もですね皆さんに負けないようにですねこれからますますですね精進して皆さんがやっぱり日本野菜ソムリエ協会のですね、修了生でよかったなと、でやっぱり一緒にいろんな活動をするっていうことによって自分自身も磨けられるし成長できるなというようなですね我々自身の存在でありたいなというふうに思っています。本当に今日はありがとうございました。一応ですねこれからの皆さんのご活躍と発展を記念してですねちょっと立ってですね関東一本締めをしたいなと思いますのでよろしいでしょうか。では野菜ソムリエのですねますますの発展とですね活躍、そして今日お集まりの皆さんのご健康を祝してですね、関東一本締めをしたいと思います。お手間拝借します。よー